施設内第3ゲート正面からの侵入者を確認。敵は現在ノースエリア本部を地下室に向かって進行中。現時刻より対中の各員に緊急戦闘態勢を要請する。現場各員は通常の対応でこれを迎撃。敵の基地エリアに侵入を要請せよ。これは訓練ではない。繰り返す。これは訓練ではない。では見せてもらおうか。わしのじいさんが作ったという軍の最高機密兵器とやらをな。軍の最高機密兵器。意外に小さいな。ユーザーデータを登録後、パスワードを入力。パスワードはマリアと最後にカオスエメラルドをセットか。お前はソニック。おのれ、このわしを騙しおったか。いや違う、お前はまさか。僕の名はシャドウ。僕を目覚めさせてくれたお礼に、あなたの願い叶えて差し上げましょう。こんな時に。我が力とくとご覧あれ。あのガードロボットをやすやすと。お前が本当に軍の最高機密兵器シャドウなのか。そのお前がわしの願いを叶えるとはどういう意味じゃ。カオスエメラルドと共に。待て、シャドウ。スペースコロニーアークへ。中央制御室でお待ちしています。なんじゃと。いい加減諦めなさいよ、しつこい男ね。人んちのもん盗み出しといて何言ってやがる。いいか、そのマスターエメラルドにはカオスエメラルドの暴走を止めるという重要な役目があって。あっ、泥棒。そりゃお前のことだろ。エメラルドの反応があるので来てみれば。これはマスターエメラルドではないか。お前はドクターエッグマン。あれがドクターエッグマン。まあ何かの足しにはなるじゃろう。これはいただいていくぞ、さらばじゃ。ママよ。うわっ。ちょっとあんた、私の宝石に何てことしてくれんのよ。破片を集めりゃまた元に戻るんだ。あのまま取られるよりマシだろうが。それにあれはお前の宝石じゃねえ。まあいいわい、一度基地に戻って調べ直しじゃ。ひとかけらだって渡さないわ。世界中の宝石はみんな私のものよ。上等だぜ、このコウモリ女。奴らもあのピラミッドにわしの基地があろうとは気づくまい。ふん、軍のゴミどもを勝たして基地に戻るか。カオスエメラルドと共にスペースコロニーアークでか。ふん、何があるのか先に確かめてくれる。
事ニュースをお伝えします。つい先ほど連邦政府首都にある政府国営銀行が何者かに襲われ、保管されていた宝石カオスエメラルドが強奪されるという事件が発生いたしました。また目撃者の証言によると、犯人は数々の事件から世界を救った英雄ソニック・ザ・ヘッジホックではないかと推察されています。犯人は軍のガードロボットを次々と破壊し、現在も逃亡を続けています。これはシャドウではないか。ガラクタどもが。おい、関係者は一人も逃がすな。マニア。お願いよシャドウ、私の代わりに。マリア、いつか必ずあの星に住む全ての人たちに。アディオスシャドウ・ザ・ヘッジホック。忘れているさマリア、約束する。この星に住む全ての人、復讐を。何？まずは一つか、無限のパワーを生み出す奇跡の石。あれはカオスエメラルド。なるほど、読めたぜ。俺はお前の代わりに軍から追われてるってわけだ。で、そのエメラルドどうするつもりだ。なんとか言え、この偽物野郎。カオスコントロール。なんてスピードだ。いや、スピードじゃない。カオスエメラルドを使ってワープしているのか。僕の名はシャドウ。この地上を唯一にして究極の存在。今は先を急ぐ。遊びは終わりだ。シャドウだと？こちらルージュ、エッグマンの基地を発見しました。これから潜入を開始します。とは言ったものの、まずは扉の鍵を探してこなくちゃダメみたいね。これ50年以上も昔に封印されたスペースコロニーじゃない。こんなとこ行って何するつもりなのかしら。ま、いいわ。虎穴にいらずんば孤児をえずってね。ここがスペースコロニーアークか。まずはシャドウの言う中央制御室へ直行じゃ。お待ちしていましたよ、ドクター。科学史上最高の頭脳と称されたあなたの祖父プロフェッサー・ジェラルドの遺産をご覧に入れましょう。人類初のスペースコロニーアーク。しかしここの研究施設から多くの恐ろしい兵器が生み出されていた事実を知る者は少ない。そしてこれはその中の一つ、星をうがつエクリプスキャノン。星をうがつもの、これがじいさんの遺産。ただし今は封印されています。起動するには莫大なエネルギーが必要。なるほど、そこでカオスエメラルドというわけか。そう、7つのカオスエメラルドを集め
この最終兵器を完全に目覚めさせればあなたは星をも砕く力を手に入れそして意のままにすることができます世界すべてをハハハハハハハ面白いやってやるわこいつを使って世界を支配し歴史に我が名を記してくれようぞ果たしてそんなにうまくいくかしらやったねえあたしと取引しない取引じゃとあんたあのでかいエメラルド盗もうとしたとき言ったよねエメラルドの反応がどうのってあんたのそのレーダー私に貸してくれないかしらそれでわしらに何の得があるというんじゃ他のカオスエメラルドにも心当たりあるのこう見えても私宝石専門のトレジャーハンターなんでねよかろうじゃ取引成立ね私の名前はルージュ・ザ・バットルージュでいいわまさか今一度この島に戻ろうとはなしかし軍の基地にカオス・エメラルドが保管してあるという貴様の情報確かなんじゃろうなまあ信じる信じないは自由ですけどまあ良いわい作戦の説明を始めるぞまずはわしが先頭に立ち軍の奴らをかく乱しつつ貴様らを基地内部まで誘導するシャドウはそこから分かれて軍の兵器庫にこれを仕掛けてくるのじゃ奴らの追撃は厄介ゆえ島ごと爆破してこれをかわす貴様には軍の保管庫からカオスエメラルドを盗み出してもらうトレジャーハンターの腕前見せてもらうぞ制限時間は30分二度目はないぞ心してかかるのじゃよしシャドウルージュこっから先は作戦通りいやーソニック会いたかった無事だったのねソニックじゃないあんた誰それはこっちのセリフじゃドクターエッグマンこんな時にここはわしに任せて二人とも先に行けカンネンセイエミテイルス久しぶりエミを探すぜドクターこちらは準備を時間を指定してくれ予定外の邪魔が入ったこうなっては一刻の猶予もならん起爆を15分後にセットじゃよいかルージュ5分あれば十分こっちも始めるわよの最後でしくじるなんてごめんこっちミスっちゃったみたい金庫の中にカオスエメラルドごと閉じ込められたわこんなとこでしくじるなんてトレジャーハンター失格ねなっあれはあの時のハリネズミかこんな時に見つけたぜこの偽物野郎偽物フェイクは君の方じゃないのかいやフェイクと呼ぶにはレベルが違いすぎるか言わせておけばシャドウ何をしておる早
せんと貴様も島ごと吹き飛んでしまうぞ。なんだって？カオスコントロール！シャドウはあの星が好きなんだね。プロフェッサーは自分の研究をあそこにいる人間のためだって言ってる。科学の力でみんなを幸せにする、それが自分の生きがいだって。シャドウ、マリア、僕には見つからない。僕が生まれた理由、僕は何のために生まれ何をすればいいのか。いつかあの星に行けばそれが見つかるんだろうか。マリア。何黄昏れてんのよ。正直意外だったわ。まさかあんたが助けに来てくれるとはね。でもあんたのカオスコントロールってやつ本当便利よね。別にお前を助けたかったわけじゃない。カオスエメラルドのためだ。あらら、素直じゃないわね。準備ができたぞ。大丈夫なの？カオスエメラルドは全部合わせてもまだ6つしかないんじゃない？デモンストレーションをする分には問題ない。さあパーティーを始めよう。わしの名はドクター・エッグマン。人類史上初めて全世界の支配者となる人間じゃ。偉大なる帝国の開幕セレモニー、心して見るがいい。カリカリしてんのよ。いやーでもすごいわね。地上の様子調べてみたけど、そりゃもう大騒ぎよ。これで世界征服完了ってわけ？今のままではキャノンの充填に時間がかかりすぎる。実用兵器としての性能を期待するなら7つのカオスエメラルドは絶対に必要だ。今までどこをほっつき歩いとったんじゃ。なんかあったの？政府との交渉が失敗したのさ。やだやだ、中年男のヒステリーなんて最悪。貴様自分の役目を忘れたわけではあるまいな。カオスエメラルドの情報はどうしたんじゃい？はい、見つけてきました。なぜそれを早く言わん？なになに？ミサイル落下事件の恐怖からステーションスクエアを救った町の英雄テイルスことマイルス・パウアー君に警視総監賞、町からは感謝の印として巨大な宝石カオスエメラルドが贈られた。とにかくそうと分かれば話は早い。早速地上に降りて奴らを追跡じゃ。だってさ、いよいよだマリア。ルージュより定時連絡。
現時点ではまだこちらのシャドウが本物の究極生命体であるかどうか判断しかねます。プロジェクトシャドウについての調査は現状のまま継続。成功報酬の宝石お忘れなく。逃げられたか。シャドウ、目標は青い飛行機に乗って移動中、11時方向よ。了解した。追跡を開始する。ドクター、彼らはまっすぐそちらに向かっている。どうする？こちらでもレーダー上で確認した。探す手間が省けたわ。何のつもりか知らんが、丁重にお迎えしてやるわい。ふぅ、えらい目にあったぜ。やったね、行こうエミ。このコソ泥ネズミども、生きてここを出られると思うなよ。戻ってきてやがったのか、ソニック。なーに、軽く遊んでやるさ。今日こそは貴様の命とカオスエメラルドいただかせてもらう。ギデイ、我がしもべよ。ドクター、調子はどう？逃げられちゃったの？分かったわ。じゃあ、迎撃の準備をしておくから、コロニーのコントロールパスワード教えてちょうだい。あんな親父騙すのなんてわけないわ。さーて、お仕事お仕事。パスワードは、マーディアット。マリア？どっかで聞いたな。まあ、いっか。あった。究極の生命体開発計画、プロジェクトシャドウ。何？どういうことこれ？まさか。じゃあシャドウは一体。マスターエメラルドの残りもいただきだわ。お久しぶりね。私のエメラルドちゃんと集めてくれたのかしら。ふざけるな。どうやら話し合うだけ無駄なようだな。諦めて、お前のエメラルド返しやがれ。何よ、だいたいあんた
レディ相手に本気で暴力振るって恥ずかしくないの？レディが人の家から宝石盗んだりするか！あれは私が…ああな…ちょっと汚い手で触んないでよ。それが命の恩人に言うセリフか。ふん、何が命の恩人よ。本当は私の手握りたくて助けたんじゃないの？いやらしい。冗談じゃねえ。第一お前のためじゃない、マスターエメラルドのためだ。どいつもこいつも、ほんとバッカみたい。なんだよ。帰る。ハリモグラ臭い宝石なんていらないわ。そう思ってんなら最初からそうすりゃいいだろ。やれやれだぜ。何よ。手荒な真似して悪かったな。そろそろ引き上げ時ね。ルージュは何をしておったんじゃ。しかもカオスエメラルドのエネルギー反応が2つもある。偽物を使ってわしを騙そうという魂胆か。待てシャドウ、奴らに引導を渡すのはこのわしじゃ。今こそ長きにわたった戦いに終止符を打ち、この天才の名を永遠に歴史に刻む時じゃ。だがもしもの時は後を頼んだぞ。急がねば全てを売るか失うか、ここが瀬戸際じゃ。まあ、どうしてか弱い乙女をほったらかしにするのよ。これはこれはお嬢さん、何かお困りですかな。ドクターエッグマン、命が惜しくばテイルスとソニックの居場所を教えるんじゃ。ビジネスライクに行こうではないか、ソニック。まずは貴様が持っているカオスエメラルドを渡してもらおう。この小娘の命が惜しいならな。奴に本物と偽って渡せば、こっちの手間も省けるってもんだぜ。そこに貴様のエメラルドを置いて後ろに下がってもらおう。悪役が板についてきたじゃないか、ドクター。な、そんな偽物に騙されると思うてか。そんな、どうして偽物だって分かったんだ。たった今、貴様が教えてくれたわ。様もろとも宇宙に放り出して爆破してくれるわ。あとは頼んだぜテイルス。それからエミ、元気でな。さらばじゃ、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。ソニック、さらばじゃ、我が修正のライバルよ。トニック、残りは貴様じゃ。最後のエメラルド、おとなしく渡すなら見逃してやらんでもないぞ。あのソニックが、あのソニックが初めて僕に頼むって言ってくれたんだ。だから絶対絶対逃げ出したりするもんか。所詮は
ただのハリネズミか。7つ集めれば奇跡を起こすと言われる伝説の宝石、カオスエメラルド。そのうち6つが今や私のものに。そいつはどうかな。シャドウ、最初からそれがお目当てだったというわけか。それと大統領の命令か。連邦政府大統領専属エージェント、ルージュ・ザ・バル。私のこと調べたの？プライバシーの侵害だわ。それはお互い様じゃないのか。なんかこっち旗色良くないし、お仕事も終わったんで、あとはいただくものいただいて帰ろうと思ってさ。とんだ食わせ者だな。あら、じゃあそういうあなたはどうなのかしら。究極の生命体開発計画、プロジェクトシャドウの経過報告書よ。もしここに映っているのが本物の究極生命体シャドウなら、今私の目の前にいるあなたは一体何者なのかしらね。ドクターエッグマンじゃ。カオスエメラルドを全て手に入れたぞ。シャドウ、何者かがまっすぐエクリプスキャノンの方針に向かっとる。発射まで時間がない。お前はそっちに向かってくれ。命が惜しければカオスエメラルドは置いていけ。貴様にはフェイクで十分。あんた、自分が本当のシャドウだって信じてるの？当然だ。あんたのその記憶こそ偽物かもしれないのよ。たとえ僕の記憶がフェイクだとしても、僕にとってはそれが全てだ。彼女はマリアの願いを叶える。ただそれだけだ。驚いたな。てっきりあの爆発で宇宙の塵にでもなったと思って。へっ、あいにくしぶといのが取り柄でね。どうやら似ているのは姿形だけではないらしい。君は一体何者なんだ。俺は俺さ、冒険好きのただのハリネズミ、ソニック・ザ・ヘッジホッグさ。なるほど。だが君の存在はもはや無視できなくなった。君の冒険ごっこここで終わりにしてもらおう。これで我が世界征服は完全なものとなる。さあ、我が理想国家エッグマン帝国の幕開けじゃ。
南海の孤島、連邦政府軍の基地から盗み出された最高機密兵器シャドウ、そしてその事件を追うようにして次々と起こるテロクライム、容疑者として逮捕されるソニック・ザ・ヘッジホッグ、真実を求める冒険はやがて全世界を揺るがす事件へと発展し、舞台は地上を離れ宇宙へとソニックたちを誘う、ソニック・アドベンチャー2ヒーローサイドストーリー、さらばソニック、永遠なれ。